Oh, hello guys, this is George Conkle right here at Surfers, and it's time for Lazy Days, and here we go! Today, 俺の名前のこと話そうかと思ってて、俺の本名はジョージ・マラリアス・カックっていうの。でマラリアスってちょっとジュリアスやさ、ちょっとラテンっぽい感じするから、俺ずっとイタリア人だと思ってたんだよ、マラリアスって。だからイタリア人だからこそイタリアンレストランがよく行ってたんだと思うんだよね、小さい時からね。なんか自分のさ、ルーツって大事じゃない。でそのマラリアスっていうのは僕のおじいちゃんの名前でもあったし、その前のマラリアス人もいたんで、何人かうちの家族の中でね。でマラリアスはもう本当イタリアン、ね、ラテンっぽくてローマ時代のこと言葉だと俺たち思ってたんだよ。あ、じゃあ俺たちローマ人だなって感じね。である日ね、家族でみんなイタリアンレストラン行ったの、サンバリッツから。で家族が10人ぐらいいてさ、そこでなんかマラリアスの名前の話になって、イタリアの名前だなんてみんな言ってたら、実はそこでいたウェイターが、あ、すいませんがそれマラリアス、イタリア人の名前じゃないですよって言われたの。実はマラリアスっていうのはギリシャのアテネの外にあるピレイアス、港の町のに住んでる人たちがマラリアスの名前が多いんだって。だその時初めて俺たち自分たちがイタリア人じゃなくてギリシャ人のルーツだと分かったんでね。それから、ね、ギリシャ料理行くようになったんだけど、そういう簡単なもんなんだよね。で本当なんであなたその分かってるんだよ、ウェイターに聞いたら、その人はギリシャ人だったんだよ。でその人もその町の人だったから、マラリアスはギリシャ語って分かったんだ。それまで本当に私みんなイタリア人だと思ってたのね。でもギリシャ料理もいいよ、行った方がいいよ。で僕の名字はカックル、カーコーっていうんだ。そして貝の名前なのね、トリガイみたいな感じの貝なんだけど、 でもカーコーって L につけるとカーコーって貝だけど、 COCK だけだとオスの鶏の名前もコックって呼ぶんでね。であとおちんちんのこともコックっていうの、ペネスのことね。でその名前でちっちゃい時は時々「あいおちんちんくん」なんてもういじめられたことあるんだけど、でもテキサス行った時に、俺小学6年生の時テキサス行ったんだ。そしてクラスルームに入ったら先生がもう日本から新しい生徒が来た。そんなことテキサス言ったらさ、本当に人種差別されちゃうじゃん。だってうちの学校黒人一人しかいなくてアジア人も一人もいなかったんだよ。覚えたらそういうふうに言った瞬間にみんなふわふわってブルースリーみたいな声出しやがってさ、みんなさ、もうみんな彼らにとってはアジア人は全部同じだったね、1967年だから。うわーうわーって言われてさ、それで先生がみんなの前で新しい生徒の名前はジョージ・カークリーですって言ったんだよ。俺の名前カーコーなんだよ。でカークリーって言ってさ、発音違うんだよね。あんじゃん、そういうのちょっと違うんだよって。それで俺立って No, no, I'm sorryMy name is George Cock. こう言ったの。だから先生におちんちんって来たみたいな感じなんだね。そうしたらそのクラスの悪いやつがみんな俺の仲間になってくれたんだね。だからそういうことをね、マイナスじゃなくてプラスに持っていかなくちゃいいんだよ。だから、ね、もう本当みんなの前で立って My name is George Cock.こう、そんだけで新しい生徒でも何もいじめもぶっ飛ばされなかったし、それで済んじゃったんだよね。だからマイナスのことをプラスに持っていきましょう。 All right, this is George Cock. こう、 See you again on Lazy Days. 登録お願いします。